どうも、ブルーンビューティーバーの小西いろゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。えー、旦那のことで中学生の頃から友達におでこが広いって言われてたみたいなんですけど、おでこが広いのってもう治らないんですかねとのことですね。おでこはね、確かにもう、 治らないですね。あの、今から生えてくるようになったとかじゃなくて、もう遺伝的なもので、最初からもうそういうおでこの幅なんですよね。で、仮に直せるとしたら、その、発毛サロンとか、育毛サロンとかで、あの、施術を施してもらうみたいな、形になるので、うんと、基本的にしてたら、 今のままか、あの、広くなっていくし、まあ、基本は広くなっていきますね。年を重ねていくことに。なので、いかに、あの、そのおでこの広さを今のまま保って年を重ねていくかっていうところがポイントになるので、これ、あの、よく言う、あの、虫歯になってから歯磨きするのじゃもう遅いよっていうので、剥げちゃってから、あの、治せることって今の時代でも技術的になかなか難しいというか、基本はそういうことができないんで、 なのであの頭皮美容液をしっかり面つけてそのおでこの生え際付近ですねもう生えてこないようなところはあんまりも効果ないと思うんで黒髪がそう生えてきてるところにしっかり美容液をつけてでなるべくそのおでこ中心にヘッドマッサージを自分でしてあげたりする。 あの血流を良くするってことですねあの血と一緒に栄養も流れてるのでそこでなるべく促進させてあの今生えているところがなるべく元気なままでいられるようにってことなのでなのでそのおでこ広い自体はもう治らないのでそうやってあの現状維持を保っていったらあのこの先まだあの周りはどんどんその何も対応してないと剥げてくひどくなっていくので今、まあ、旦那さんがいくつかわからないですけど あの今がそれでおでこが広いってなってもそのままキープできたらあの周りは追いついてむしろその広さが逆に同世代の中では狭くなったりすることもあ,のあると思うので、まあ、そういったことを踏まえてなるべく今からあのケアして対応してみてくださいはい頑張ってください、まあ、じゃあこんな感じであの相談したい方がいらっしゃればできれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてくださいそれではブルンビューティーバーの小西瑠之でした